優勝戦6号艇の亀山正之選手ですよろしくお願いしますよろしくお願いします準優勝戦は6コースからの攻め4着でしたが繰り上がりという形で優質ということになりましたこの日は1着4着だったんですけれども足の方はどんな感じでしたか足はバランスが取れていい状態だと思いますはい。前半のレースは1レースに登場してコンマ03のスタートだったわけですけれども展示タイムもそこそこ出ていて雰囲気は良さそうですねはい感じはいいと思います はい、この重油に関しては6コースからでしたけれども、前ととそそんななに離れることなくまあそうですね、はい、特徴としては、この部分がいいなというのはありますか。うんあった感じがいいですね、はい、では、いでは乗り心地面ではずっといいかなとおっしゃっていましたが、そこは変わりなく、はい、はい、スタートの方なんですけれども、こちらはいかがですか。 スタートがちょっと分かってないですね難しいです、はい、難しいところですはいダッシュからにこの優勝戦はなるかと思いますけれども、はい、そこしっかり掴んでいきたいしっ,、はい、しっかりスタートいきたいと思いますはいこの準優日は誕生日だったんですけれどもいい形で優勝戦に乗れることになって良かったですね良 <laughs>、はい、かったと思います、はい、3月のこの小島では同じように6コースから四着でしたけれども今回は輸出ですから <laughs> はい、はい、前回よりも足の仕上がりとしてはいいですね。はい、バランスが取れていい状態だと思います。はい、では優勝戦はもう。これは外から思い切って展開をつくイメージでいきますか？はい、はいやりました。今年はこれが初一ということになりました。前回の優勝は2015年10月の桐生です。優勝戦向けての一言お願いします。はい、しっかり展開つけるよう精一杯頑張ります。応援お願いします。